薄口醤油を日本一愛する人から教わった薄口醤油講座を皆様にシェアしたいと思います。皆さんこんにちは。薄口文化研究所の浅井さんから直々にミニ講座をしていただきました。浅井さんは薄口醤油で有名な東丸醤油の創業家3代目です。いろいろお話を伺うと、薄口醤油のこと私全然知ってるようで知らなかったんだなぁと思い知らされ、皆様にもその薄口醤油の良さをぜひ知っていただきたくてこの動画を作りました。出汁を取らないのに本格的な吸い物に負けない薄口醤油で味付けする野菜スープも作りますので、ぜひ最後までご覧ください。では薄口醤油のミニ講座の始まりです。薄口醤油は現在私が住む辰野市が発祥の地です。日本の標準地が刻まれる明石からもう少し西にあります。なぜここに薄口醤油が誕生したのでしょう。醤油はソイソース、つまり大豆のソースと言われる通り、大豆を原材料にするのは皆さんご存知ですよね。それに加え甘みや香りに欠かせないのが小麦です。この辺りの播州平野では良質の小麦が取れたそうです。醤油を仕込む時、小麦の量が多くなるほど色が薄くなるそうです。そしてもう一つ欠かせないのが塩。全国的に塩で有名な阿公はここからほど近いんですよ。良質な原材料が全て揃ったということですね。そしてこの地を流れる揖保川の伏流水が薄口醤油を作るのに適している軟水だったということが重要だそうです。近くに大阪や京都など巨大な消費地があったことも欠かせません。皆さんはどのようなお醤油をお使いですか？毎日使うものだけに慣れ親しんだお醤油は美味しいものですよね。私は関西で生まれ育っているので、濃い口醤油と薄口醤油を使い分けるのが普通になっています。薄口醤油と聞いてまず思い浮かべるのは色が淡いということでしょう。そしてもう少し詳しい方は、濃い口醤油より塩分濃度が高いということもご存知かもしれません。一般的に濃い口醤油が 16.3%、 薄口醤油が 18.5% ということです。この塩分濃度 2% が高いということが一人歩きして、料理に使うと塩辛いものができてしまうと誤解を生んでいると浅井さんはおっしゃいます。薄口文化研究所の事務所は初代東丸醤油の社長のご自宅なんですが、そこでプロジェクターを使っての薄口講座でした。そしてここからお伝えすることが、恥ずかしながら私も知らなくて皆様に一番お伝えしたいことです。先ほど申し上げたように、薄口醤油を使うと塩分が高くなるっていうイメージありますよね。とある大学との共同研究で濃い口薄口醤油の調理実験をされたそうです。白身魚を煮た時の美味しいと感じる調味料の塩分濃度は、濃い口醤油が 4%、 薄口醤油が 3% だったそうです。なんか意外ですよね。これは野菜にも言えることで、かぼちゃや里芋、人参などいずれも薄口醤油で煮た時の方が塩分の量が少なくて美味しいと感じるそうですよ。逆に肉じゃがなどは濃い口の方が塩分が少なくて済みます。白身魚、野菜などには薄口醤油を使用すると少ない塩分で美味しくなり、肉や赤身の魚、佃煮などは濃い口醤油が美味しいということですよね。では薄口醤油の良さが分かったところで、いつもの野菜スープを薄口野菜スープに変身させてみましょう。冷蔵庫の残り物野菜何でも大丈夫です。今日はカットしめじ1袋と玉ねぎ、人参、かぼちゃで 400g にしました。切り方もお好きな切り方で大丈夫です。今日はかぼちゃは小さめの一口大に、玉ねぎと人参は千切りにします。鍋に野菜を入れ、5センチ角くらいの昆布を1枚入れます。水を
500ml 加えます。野菜にひたひたの水です。そして中火にかけていきましょう。煮立ってくれば火を弱め、コトコトと15分ほど野菜が柔らかくなるまで煮ます。野菜が柔らかくなれば昆布を取り出します。そして200ミリリットルから300ミリリットルの水を足して煮立てます。最初から全部の水を加えて煮てもいいのですが、野菜が鍋の中で踊るとかぼちゃなどは煮崩れやすいんです。あとは薄口醤油を小さじ2杯入れます。ところが肝心の薄口醤油を入れるところを録画スイッチを入れ忘れていました。こちらが入れる前、そしてこちらが入れてからの汁の色です。ほのかに色がついていますよね。塩分が足りないときは少し塩を加えてください。お椀に盛り、お好みで糸カツオを加えると旨味がプラスされます。吸い口にネギや三つ葉などを加えると香りが良くなります。今日は爽やかにみょうがにしました。今回の薄口醤油ミニ講座はいかがでしたか？野菜はたくさん食べたい食材なので、薄口醤油との相性が良く、結果塩分の摂取量も低くなるのは嬉しいですよね。長年薄口醤油を使っている方も少し意識して醤油を使い分けると、食卓がより美味しく楽しく高血圧予防になるのかもしれません。また薄口醤油なんて使ったことないし必要ないと思っておられる方も、これを機会に一度使ってみてください。私も野菜は薄口醤油で本当に美味しくなるんだなぁと今回再認識しました。今後も薄口醤油を使った美味しいスープがアップできたらいいなと思っています。東丸醤油さんは色を見て醤油を加える方が多いので、入れすぎ防止のため控えめにお使いくださいと注意書きを添えておられるそうですが、今回いろいろ勉強させていただいたら、素材の持ち味を塩分少なめに引き出しますので控えめにお使いくださいと言わなあかんの違うかしらと個人的には思いました。大きなお世話ですけど、最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたなら嬉しいです。いいなと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。